はい、どうも、くるりと申します。レイトレターチョコレート実況パート2始めていきたいと思います。まあ、前回に引き続きやっていきたいと思うんですけども、前回はね、最後の方でこの隣の部屋のキッチンみたいなところに行けるようになって、でまあチョコレートをね、ここに溶けたら大変だから置いてきたところまでやっていたんですけども、まあそっから何すればいいのかわからないんですよね。やっぱりでもここで何かしら鈴木くんにチョコレートを作るのかな、手作りの。そういや前に鈴木の誕生日で動物占いしたんだよな。面倒見のいい虎だっけな、確か。なんかそう言われると鈴木って虎っぽいかも。まあ確かに虎っぽい感じするかな。やっぱそうだよね、最近の子とかってやっぱ LINE とかだよね、前も言ったけど。確かに。ここの多分ハートのくぼみに入れるんですよね。片方はなんか前回ゴミ箱の下から見つけたけど、もう片方まだ出てこないもんね。なんか曲かな、テーマソング的な感じかな。かわいいよね、牛野くん。それ何の歌？ウーニャンダーのテーマ曲。日曜の朝8時からやってるあれか。俺もたまに見るよ。なんかさ、やっぱ鈴木くんってすごいギャップがあるよね。だからモテるんだろうね、きっと。なんかでも何も出てこないね。ハートのもう片方が出てきてくれればいいんだけど、これもう終わったもんね。じゃあまあ鈴木くんにヒントを聞こうかな。なんか喉乾いてきたかも。大丈夫か？冷蔵庫とかないもんな。あっちの部屋に水道ならあったけど、なんかないか探してみるよ。ほう、水道ね。あれ、水道水は通ってないのか？蛇口ひねっても何も出てこない。困ったな。そうか、水が出てこない。水ね、なんか他に水が入ってるところとかあるかな。これでもヒントですよね。あー、あれかな、これかな、ミルクだもんね。牛乳を手に入れた。よし、鈴木くんに。鈴木、さっき喉乾いたって言ってただろ。あのさ、ちょっと待っててもらっていいかな。このチョコと
牛乳を鍋で。ホットチョコレートとかかな。できた。ホットチョコレートを作ってみたんだ。美味しいかは分かんないけど、甘い、いい匂い。暑いから、やけどしないようにな。いただきます。美味しい。うん、すごく美味しい。そっか、よかった。現実ではチョコレートは渡せなかったけど、なんかこれで満足かも。なんかでもさ、これリアル鈴木くんじゃないのかな。実は本物でしたみたいな、ありそうですよね。なんかそこから浮いてきた。あ、それさっき俺が拾ったかけらの片割れかも。ちょっといい？やっぱり。鈴木、きっとこれで出られると思うよ。こっち来て。さっきのこのドアにはめたら。うん。そのハートは？これは多分だけど、俺のハートか何かだと思う。牛の？それも鈴木にずっと渡し損ねたやつかな。甘酸っぱくて大きいんだ。これでも間接的に告白してますよね。鈴木、あのな、ここは俺の夢の中なんだ。牛野の夢の中？そう、全部俺の妄想だから。夢から覚める前にちょっとだけさ、ちょっとだけなら素直になっていいよな。うん。たとえ夢の中でも、こうやって鈴木と一緒にいろいろ話せて、ずっと渡せずに後悔してたチョコも食べてもらえて、俺今すっごく幸せなんだ。俺はね、鈴木、ずっとお前のことが。ここで目が覚めちゃうのか。お前、俺の授業で居眠りとはいい度胸だな。あ、俺夢から覚めたんだ。キスする前に目覚めちゃったな。思い出すとすげえこっぱずかしい。でも、あんな大胆なこと、夢の中でしかできないよな。いい夢見ちゃった。おいおい、もう一人いんな。すやすや気持ちよさそうに。お前ら、今日はお眠か？前の授業が、体育だったんです。言い訳になんねえんだよ。はい、鈴木。さっさと起きる。なるほど。やっぱ鈴木くんも、あれ多分リアル鈴木ですよね。さっきまでいたのは。え、鈴木？それから、滝本先生の大きなため息と、怒鳴り声が教室いっぱいに響いて、
俺はとっさに周囲を見渡した。ぼんやりする視界の中、パチリと目が合ったのは、なるほど、これはやっぱりさっきの鈴木くんも本物ですよね。マフラーの彼は俺の姿勢に気づいてか、妙に動揺した様子で慌てて視線をそんな、まさかな。ここで終わりか。立たされてますね。なるほど、これめっちゃ続きが気になりますね。でもどうなんだろうね、やっぱり鈴木くんも実は好きだったとかなのかな。まあそれともね、さっきのまあやつでちょっと意識し始めたとか、そういう感じなのかな。鈴木くんね、全然喋らないから結構気になりますよね。鈴木くん視点の話もね、見たいですね。まあということで、今回はね、ここまでにしておきたいと思います。本当にとってもイラストが綺麗でした。はい、ということで、レイトレターチョコレート実況終わりにしたいと思います。今までご清聴ありがとうございました。